とかあった中で、やっぱりこの最後のこの場所まで来ることができた大きな意味がある。で、これはこの経験ごとにもすごい貴重なものになると思うから、で誰もがこのテレコの感じを感じれるわけじゃない。まあ、まずは一つ。で、最後に走り切るってことは、もう助かる、嬉しかったし、まあ、その中で、やっぱりこう、最後の一本、こう、打ったりとか、まあ、ミスしたりとか、その経験っていうものが、やっぱり次につながると思うから、全てが全てうまくいくわけじゃない。そうだよ。背番号33番の年の辰彦です。チームと一緒に上を目指していきたいと思います。よろしくお願いします。ハーフレンズ東京 Z から移籍してきました、増子匠です。今シーズンは結果にこだわってしっかり頑張っていくので、よろしくお願いします。久しぶりの信州のファンの人たちに会えて、まずは嬉しかったです。まあ、チーム的にもやっぱり個人的にも本当に見本になるチームだなと思ったんで、まあ、B3 優勝という目標を叶えるために、まあ、少しでも信州のようなバスケに近づけたりとかを作っていけたらいいなと思います。本当にありがとうございました。
ブランク決めれて良かったし、アグレッシブなディフェンスとスリーポイントも決めることができたんですけど、やっぱもうちょっと自分のそのスリーポイントを確率上げるために、なんていうんだろう、セレクションを考えて自分のリズムで打てるように工夫していきたいのと、まあ、今後としては、まあ、いつでも準備して、まあ、今節みたいなアクシデントがあった時に、あの人たちよりいいプレーができるように常に準備して思います。ワン、ツー、スリー！取った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 、絶対 YouTube ね。すごいですよ。ちょっとじゃあ、35分に、ここ集合するということでお願いします。じゃあ今日も一日よろしくお願いします。ありがとうございます。いろんな人に見てもらって横浜エクセレンスを知ってもらうっていうのが今年の一番の課題だったなと思っていて、フルキャパになってきているので、まあ、これに満足せず、来年再来年は長いシーズン向けて2000人、3000人、4000人と、まあ、B1 目指しているので、そういったお客さんに入ってもらえるような、空間作り、おもてなし、まあ、運営、安心面含めて、今年はちょっと意識してました。まあ、自分の力でも B2 に上げるチャレンジができてるんで、まあ、絶対本当に昇格したいなっていう気持ちでいます。現場感The Yokohama Excellence fans, I ask for your support in the team. Continue supporting us throughout the conference, throughout the season, and hope to see you at the games. I'm excited to be here, ready to get started, help the team win in any way I can. So, just excited. Just ready to play in front of you guys and hope I do my best and just hope you guys like my play and what I can bring to the team. Thank you. ありがとうございます。今年、年男なので、ウサギみたいにぴょんぴょん元気に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
ぐらいで負けた時に、あの1コーター目の入りとか3コーター目の入りちょっと悪かったので、そこをまあ本当にいつぶりかどうかのスタートに選ばれた時に、もうそこだけは絶対に気抜かないようにしようと思って、しっかりと準備して入ったので、まあ、結果の理想だなと思います。でもやっぱその試合に勝てたのは本当に自分一人じゃなくて、他の人たちのみんなの力があったなと思うので、本当にまあこれからもチーム全体を応援していきたいと思います。チームとこの安沢でやるっていうのは決まった時はすごい特別だと思ったんで、まあ、前々からすごいまあ気持ちは入ってたし、まあプレーオフ決まるっていうのもあったんで、まあとりあえず2つ取れたのはすごいホッとしてるんですけどそうですね、個人的には全然、まあ、チームにその貢献っていうのはあんまりできなかったので、まあ、プレーオフに向けて、僕からしっかりまた改め自分の役割をしっかり、考えてプレーしていきたいなと思います。プレーオフが決まって、まあ、あとは順位をどれだけ上げられるかっていうのがすごい大事になってくるので、まあ、レギュラーシーズンはまだまだ負けられない戦いがあるので、まあ、そこはしっかり勝ち切れるように、まあ、やっていきたいっていうところと、まあ、そういう毎試合誰かが活躍できるっていうのが僕らの強みでもあると思うので、まあ、LJ だったりライアンフェイズだけに頼らず、まあ、しっかり日本人でも点を取ったり、まあ、チームでディフェンスをしたり、まあ、そこでしっかりチーム一つになれるようになっていけば、もう本当にどこに対しても勝てるとは思うので、まあ、そこをもうちょっとこれから突き詰めて練習して、まあ、本当にチーム一丸となってやっていきたいです。
シーズンは分かんないですけど、その B1 のところの4000人もチャレンジできるようなのが次の課題かなとはなってると思いますし、今シーズンはもうベース、興行のベースもそうですし、お客様をこう迎え入れるようなベースは今年1年で作れたと思うので、そこをこうさらに精度を上げて、ブラッシュアップして、より良いお客さんに喜んでもらえるような、を作っていくっていうのが来シーズンの課題だ。八王子はマイク先生来る前の、2シーズン所属していて、本当に思い入れのあるチームで、コロナ禍の中で、プレーをしていたチームっていうので、本当にいろいろ経験させてもらったチームではあるので、アウェーとして初めてエスフォルタに、戻ってプレーはするんですけど、しっかりと、皆さんの前で、恩返しができるように、頑張りたいなと思います。確定しないような、そういう状態じゃないですか、そういう D3 を戦ってきた方、はいはいはい、ジャパニーズ、はい、その大混戦を戦った感想っていうのをちょっと聞かせてもらいます。はい、頑張ります。いや、すごいバイバイ。お疲れ。競争の激しい中でシーズンを戦ってきましたけど、それがいい、プレッシャーにもなってたのかなっていうふうに思いますし、そういう緊張感のある中でシーズンを進めてこれたっていうのは、結果的にはエルタイズにとってはプラスなんじゃないかなと、思っているので、ここからの、プレーオフで、そこが一番大事なんで、そこにしっかりこう照準を合わせながら、あとはそこを楽しんで、シーズン最後まで戦っていきたいと思います。So from tomorrow, all of us, including team staff, we go to Hiroshima. So let's do, each of us do the what we can do for the playoff. So let's get two wins. So we did what we can do. So we survived first round.What's up, Excellence Family? Faison here. Just wanted to say I'm excited for the playoffs to start. Hopefully you guys can come out and support. We head out to Kagoshima, and I just want to thank you guys and the boosters for the support throughout the whole year. And your guys' support gives us the strength to keep fighting and go to B2. Hello, It's like, you have to do one stop. And if you can, get a good drive, probably that brings us a lot of energy. And then always, try to, get up yourself every time.
上げるような努力をしてでもしましょう。And then we have to, you know, get our basketball legend over. リバウンドとか50-50ボールとか4とか曲げない。There is a situation where the band don't get beat by Hikoshima. スタートはいつものメンバーで行きます。That's how they just announced, you know, the last one. いつ復帰ということになります。So you know, let's show our strong points from the second half more. I think 1% でもパフォーマンスをさせるように。And then we have, you know, got trouble, a lot of troubles today. 皆さんしていきましょう。One, two, three. Let's go. One, two, three. Let's go. So, he's proud of all you guys.
本当にアウェーでタフな2試合。That was very tough game at Kagoshima away. 今日の試合の中 100% の力を出せるというほとんどいない中で。But all of you guys cannot you know, perform 110%. 我慢してディフェンスで勝った試合だと思う。Then we put that fear, you know, for the moments, and then be patient, and then we can win. これができれば優勝できる。You know, if we keep doing this, we can win the championship. この自分たちの強さも。So this is a strong point, and we have to keep performing like this. So let's be confident. One, two, three! Definitely, this is going to be the very important game for your career. まあ、そういった緊張感を楽しんでほしいとは思いつつ。So let's enjoy this, you know, pressure. まあ、いろんな、例えばミスが起きたり。But no, probably, you know, a lot of mistakes will happen in games. その時にどんだけそのことにとらわれないで、今できることで続けられるかなと。And don't be affected by the mistakes in games a lot. そのための声上げなのか、味方を引き上げる。And then we have to bring, you know, 誰かがリーダーシップ取るのか each other up and then somebody will have to take the leadership ってことをやっていきましょう so let's work on the, you know, the little things で、それは俺たちもできてるんで but you know, for the Kagoshima games, we did it, we you know, executed, we did our job like very well で、なんかこういろんな、例えば優勝にしても成功を収めるってこうしっかりとイメージしてそう、so, always people who, you know, win a big achievement, always imagine, you knowその後にこう実現になっていくというか、2回目みたいなイメージになるんだけど。And then they execute their plan. It's like kind of second time. まあ鹿児島の試合でみんながセームページでプレーして、そうすればすごいいい電子チームになるし、まあどこにも負けないっていうのはすごいもう証明できとると思うので。If we play like that, you know, we can win, you know, all games. まあまた明日、練習あるからそこで今いい準備して。So we have practice tomorrow, so let's play. 本当チームでやってることを信じて。So let's play with us now. One, two, three. Good.
ちっちゃいそうだから。But that's no big difference. There's no big difference between us. 日本取るしたら。Let's say that we take two more rebounds.レイアップだったりスリーポイント日本でもサブでも決められてたら And then they say, you know, 3本差全部伸びる If we score the two more the layups, the two more three points でもそうなれば変わればここから2連勝できるはずだし And then you know, if we change the rhythm from tomorrow, you know, we can get win だそれをやるためには But you know, in order for you guys to do that 何をするにもまた明日最高のインテンシティ持ってこなくちゃいけない And then for that, we have to bring out, you know, the strongest intensity 今って4戦目勝った時みたいにね It's like the intensity、we hadTo win, to get win from the, you know, the first game. So long. You are saying, "Sawari, you're saying, 'また元気な状態になって、だから流れ変えるんだったら、気持ちだったりとか、体の面でまた明日フレッシュな状態で戻ってくる。So you know, the first to change it up, we have to, you know, bring strong mentality, strong. Thank you. 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 Thank you.よろしくお願いします。And then we can do pray, you know, the flow and then 全員ビッグショット決める選手が揃ってるわけなんだから So all you guys are talented 今までの自信持ってやっていきましょう So let's have a confidence up for us 1, 2, 3! Thank you.
ることができた大きな意味があるで、フォーラムこの経験の本当にもうすごい貴重なものになると思うから、で誰もがこのプレーオフの感情をあの感じれるわけじゃないがまずが一つで、最後に走り切るってことは本当に助かったし、まあ、その中でやっぱりこう最後の一本こう打ったりとか、まあ、ミスしたりとか、その経験っていうものがやっぱり次につながると思うから、全てが全てうまくいくわけじゃない。そうね、This is the sport, so someone will be the winner, and someone will be the loser, but this experience is really important. Then, so of course, this result, this club, gonna be D3 next season, but you guys are a player, so in your career, so I think you really understand how difficult to success or how to get a goal or how to get a championship. みんなプレーを見たいから言われてるので、そういう気持ちを忘れないでやっていきましょう。もちろんこの次のゲーム難しい試合になると思う。I understand the next games are really difficult, about much bad, about injury and healthy. But I hope you guys playing for the fans, so everybody fans wanna watch you play basketball more in this club. で、それをやっぱりこう最後しっかりとやって、アウェイになるかもなかなかわかんないけど、それをやっていきましょう。で、これで目標が7時終わりだけれども、あと2試合、これどういった、姿でいるのかっていうことはとても大事なことだと思うから。Of course, we cannot go to the B2, but next one more week is really important so for your careers and as a player. Of course, it's a really difficult situation, but I hope.Everybody be on the same page. One more week, one more, or two more game, or three more game. Of course, not only fans, of course, me and the workers, staffers, managers, everybody wanna you play more. Be more good energy, more good performance. Two more, three more games. 今シーズン頑張ってきて。その頑張りっていうものを、集大成みたいなものをこれからファンに提供するわけだから、いい、目標性だったけど、ヘッドダウンする必要はないし、みんなの頑張りって何もそう、それを前に言ったけど、ね、本当にリスペクトされるものだと思うし、もうスタートとかになっちゃったし、チームでいいものを勝負してるんだから、それは自信を持って、胸を張ってやっていきましょう、残り2試合、3試合のために、もう少し、もう一踏ん張り頑張って、ヘッドアップしていきましょう。I really feel good in the head down, there was this result. You guys already show you perform in the regular season. It's a really everybody respect that you perform. So, I mean, two more weekends, one more week. I hope everybody is happy. 悔しいと思うから、今日もいろいろ、もしかもしれないけど、声かけ合ってやっていきましょう。じゃあ、終わりましょう。家族組んでいきましょう。ワン、ツー、スリー、ツー。こういった自分がまあヘッドコーチを退任するっていうことも、こう何か、なんでしょうね、
まあ、自分のためにやるというわけではなくて、結構クラブがいち早く、まあ、一歩前に進むというか、本当に改めてこう B2 昇格に向かって進むっていうことをやっぱり示したかったですし、あとは選手たちも、最後こういった場面がこういった環境がある中でこういった舞台がある中で頭を下げて試合をしてほしくないと思っていて、そのためにこうどういったアプローチをしたらいいのかというのを考える1週間でもありました。目標が B2 昇格 B3 優勝だったので、まあ、それを成し遂げれなかったんですけど、まあ、確実に最後の方は本当にチームとして良くなっていったので、まあ、本当に良かったなっていうふうに思うのと、まあ、それを最後のこのメンバーでまた、まあ、3位決定戦っていう形ですけどみんなでできるんで、しっかりプレーしてファンの皆さんにいい姿を見せたいなっていうふうに思います。
優勝というところを目標として戦ってきたんですけど、上位チームを追いかけるような形でシーズンが進んでいって、そういった苦しい中で本当に皆さんの応援というのが僕たちの本当に力になってました。ありがとうございます。先週岩手に負けて、そこの目標というところはさせなかったんですけど、その中でもこれだけのたくさんの人が集まってくれて、僕たちを後押しして一緒に戦ってくれたというのは本当にチームにとってすごい財産だと思ってます。ありがとうございます。チームは来シーズン必ず B2 昇格っていうところを達成するために、このオフの間にしっかりパワーアップしてまた秋戻ってくるので、ぜひ引き続き応援の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今週の達彦キャプテンでした。この3日間本当にこう当たり前ではないというかありがたいと感じています。それは、こういった昇格の可能性がなくなってしまったチームに対して、すごく難しい試合であったとは思うんですけれども、本当に皆さんが最後まで熱い声援を送ってくれる、負けた試合では子供が涙をしたり、怒るファンもいたりして、でもそういった感情的になるということは、今シーズンエクセレンスの選手が熱い試合をして、皆さんを魅了することができたからだと思ってます。そんな選手たちを本当に誇りに思います。埼玉の選手もそうですし、横浜の選手もそうですけれども、やはりこの3試合ってすごく難しい試合で、プロの選手として、この3試合だけではなく、来シーズンも戦わなくてはいけない、それでもここまで高い強度で試合ができるのは本当に皆さんの、声援に応える気持ちであったり、このシーズンを応援してくれた感謝の気持ちからだと思います。その選手たちにも、本当に感謝をしたいですし、僕自身こうやって最後の試合を笑顔で終えることができたのは本当にみんなのおかげだと思っているので、改めて感謝をありがとうを伝えたいと思います。ありがとうございます。1日目の試合の後にも言ったんですけれども、このクラブは本当に今いろんなことを経験しています。以前は B2 でプレーをしたり、降格または B3 の優勝、B2 への昇格、そういったことを経験してきました。で、今シーズン残念ながら、B3 に残留という経験をすることになってしまったんですけれども、この横浜の武道館の地で、必ずや B3 の優勝、B2 への昇格、B1 への昇格、日本一の優勝というものを皆さんと分かち合えるように、これから強いクラブにしていければと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。So before we start this game, I'm feeling that this is going to be so tough. I know we did this game as a professional basketball. You guys play hard today in these three games because you know you guys love basketball. So we couldn't achieve a big goal this season. 自分たちの力であったりとか、自分の存在というのは証明できたシーズンだと思うので。But you know how we showed a lot of how good we are on the coach. 胸を張って、終わりましょう。So we should be proud of ourselves.いろいろ言おうと思ったことはあったんだけど、やっぱりこうこの3日間、その昨日も、子供が泣いたりとか話をしたけども、やっぱりみんなはこうヒーローなんで、so you guys are, プロフェッショナルでもあるし、ヒーローでもあるんで。スポーツだからこう全部のゴール達成できるわけじゃないけれども、This is a professional sport, so achieving all goals you want is very difficult. ヒーローとしてヒーローらしく今日もあることだと思うし、But today we ended, we behave like hero to kids. そのヒーローをこういい環境に連れていくのは、スタッフだったりコーチだったり、
クラブの仕事だけどもそれができなかった。 Probably you know, the guys will be able to bring you guys up to you know, more you know, big existence. でもそれはもちろんじゃないし、That we failed to do that. ヒーローはヒーローらしく最後は But you guys are heroes, so you know, should be ワンワンしましょう。ワンツースリー！イエーイ！ちょっと全然マッシュのグリーンも見たいんでしたら明日皆様ぜひ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 ちょっと近づけよう、お越しください。お越しください。横浜武道館で待ってます。 Last game for Yokohama Excellence for this season. We're waiting for you. 待ってるよ。 Let's go Excellence。じゃあ、ヘルメットポーズいいですか、今日は。お願いします。ヘルメットが盛り上がった。今ね、抽選でポストカードが出てくる。タクレセンシュービニオーダンテン間違いの答え。ちょっと、片手を見せてくれたら、ちょっと使えないかもしれない。使えないかもしれない。全部飲んでた。1本目で入った。 1本目で入ったよ。 Take 15, take 15.
で、この後おじいちゃんをエスコートするピック。そう、ピック、ピック、おじいちゃんじゃないから。そう、おじいちゃん扱いしないの。で、海の神様ですから。